皆さんこんにちは。週刊手帳術の著者、海野隆です。今日の作家はですね、相手の期待を超えているか、そんな話をするんですけども、これはプラス1のタスクって、この週刊手帳術の中に出てくる、まあ、タスクの、使い方というか、計画の仕方というか、そんなお話の一環なんですけども、もともとね、ちょっともう一回、プラス1のタスクってなんだって話をちょっとしておくと、例えばこう、4つのタスクを今日やろうとしていました。で、このまま行くと、この4つのタスクを、4分割とかして、で、まあ、その中にバッファが含まれてたりとか、何かこう、急な依頼の対処の仕方として、そのバッファの時間を使うとかっていうことになるんでしょうけど、そのバッファの時間を全部、ひとまとめにして、5つ目のタスクを維持的に作る。で、この5つ目のタスクっていうのは、まあ、1日の最後にやるんですけども、まあ、4つのタスクは、思ってた時間の中で、要は最速、最短でやっていって、で、5個目のタスクっていうのは、こう、自分が、こう、やりたかったこととか、あとは、これからやろうとしているタスクを、入れておいて。で、まあ、要するに先取りをするという、そういうタスクになるんですけど。このタスクを、相手の期待を超えるようなもの、超えるようなタスクを、やりませんかっていう話なんです。言われたことだけやってりゃいいっていう、まあまあ、そういうことではあるんでしょうけど。ただ、それだけをやっていたら、まあ自分の成長って当然のことながらないし。で、まあこの5つ目のタスク、プラス1のタスクを言えようとしたときに、果たして、ね、じゃあ相手の期待値が、言われたこと以上のことができているかっていう、そういうことの、こう、指標でもあるというふうに捉えるとすると、じゃあ次にこの、プラス1のタスクがいくつできてるかとか、相手の期待を超えたようなお仕事ができてるのかどうかとか、あとはその自分の成長がどれだけこう進んでいるのか、いうことだったりとか、っていうことも、自分の人生のため必要なんじゃないかというふうに思うわけなんです。だから、まあ私自身はこのプラス1のタスクっていうのを、こう、いくつできたかっていうのを手帳の中に、つけて。で、それが1ヶ月の中でどれぐらいできたのかなっていうところを、こう、確認とか評価とかっていうことをしてるんですけど、こういうことをしてると、こう、必然的に、じゃあ何か、こう、新しいアイディアがないのかとか、新しい提案ができないのかという、そういう、こう、頭に切り替わっていくというか、どんどんそういうふうに向いていく。そういうこともね、こう、習慣化の一つなんじゃないかなというふうに思います。別に、やらなくてもいいっては、やらなくてもいい。まあ、言われたことをちゃんとできてる。言われたことをちゃんとできてるっていうことが最低条件ではあるんですけど、あくまでもその、1日の最後、5個目の、タスクにはなるんで、時間が許す限り、できることをするということではあるんですけど、ただ、それをこう、するかしないかっていうのは、こう、人生においてとか、こう仕事の評価としては、大事な要素の一つなんじゃないかなというふうに思います。よく、こう、70点で提出するとか、60点で提出して、まあ、合格点さえもらえればいいということではあるんですけど、ただそこに一つの工夫を、入れるっていうことは、できているのかどうかっていうところは、私自身、重ねなんですけど、大事な要素だと思います。まあ、ぜひ、まあ、なんか、こういうことも、アイディア一つ、仕事の仕方の一つとして、考えてみてはいかがでしょうか、という、そんなお話でした。今日の動画は以上となります。最後まで視聴いただき、ありがとうございました。海野隆がお送りしました。それでは。